みなさん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校5年生の外国語の内容です。今日は2回目の授業です。今日も、マリア先生とケイコ先生と一緒に勉強をしていきましょう。ハロー今日から5年生の内容に入っていきます。 今日の目当ては、先生の自己紹介を聞き、おおよその内容をつかむことができる、です。今日は、二人の先生の自己紹介を聞いた後、さまざまな国の挨拶なども聞いてみようと思います。それでは、始めていきましょう。それでは、はじめに、 Maria sense no Hello My name is Maria Beddingfield. I like bouldering. I do bouldering on Thursdays. I have a guitar. Thank you. Hello. My name is Maria Beddingfield. I like bouldering. マリア先生の自己紹介、どんなことが聞き取れたでしょうか。マリア先生は何が好きだと言っていましたかはい、ボルダリングが好きだと言っていました。何曜日にボルダリングをすると言っていたか聞き取れましたか そうですね、Thursday、木曜日にボルダリングをすると言っていました。持っているものは何だったでしょうか。そうですね、ギターを持っていると言っていました。それでは、もう一度マリア先生の自己紹介を聞いてみましょう。Hello, my name is Maria Beddingfield. I like bouldering. それでは次にけいこ先生の自己紹介を聞いてみましょう。Hello, I'm Ishikawa Keiko.I like jogging and cooking.I like dogs.I have two dogs.Thank you.

ジョギングと料理をすることが好きだと言っていました。もう一つ好きなものがありましたが、聞き取れましたかそうですね、犬が好きだと言っていました。犬も飼っているようですが、何匹だったでしょうかそうですね、二匹飼っていると言っていました。 それでは、もう一度いこ先生の自己紹介を聞いてみましょう、like like、次はさまざまな国の挨拶を聞いてみましょう。これから、 10個の挨拶を聞きます。皆さんが知っている挨拶はあるでしょうかでは聞いてみましょう。Hello! a はようございます。にーはーお。ナマステー。オラジャ a s ストラ a m u a l a っ k u m Hola! Bonjour! どうでしたか。皆さんが聞いたことのある挨拶はあったでしょうか。それでは一つ一つ確認をしてみましょう。まず最初の挨拶です。Hello。Hello。これは皆さんわかりますよね。そうです。英語の挨拶です。では次の挨拶を聞いてみましょう。おはよう。 これはどうでしょうか。わかりますかそうですね、お隣の国、韓国の挨拶です。では、次の挨拶を聞いてみましょう。これも聞いたことがあるお友達がいるかもしれませんね。これは中国語の挨拶です。では。 次の挨拶を聞いてみましょう。これはわかりますかこれはインドなどで話されているヒンディー語の挨拶です。では、次の挨拶を聞いてみましょう。オラオラこれはわかりますか これはスペイン語の挨拶です。真似ができそうですね。ぜひ行ってみてください。では、次の挨拶です。ジャンボ。ジャンボ。これはどうでしょうか?。これはケニアなどで話されているスワヒリ語の挨拶です。では、次の挨拶を聞いてみましょう。ストラスイッチ これは真似が難しそうですね。わかりますかこれはロシア語の挨拶です。では、次の挨拶を聞いてみましょう。この挨拶はわかりますかこの挨拶はアラビア語の挨拶です。 では、次の挨拶を聞いてみましょう。先ほどのスペイン語の挨拶に似ていますね。これはポルトガル語の挨拶です。では、最後の挨拶を聞いてみましょう。これは、わかる人もいるかもしれませんね。フランス語の挨拶です。 以上、十の挨拶を聞いてみました。世界にはさまざまな挨拶がありますね。皆さんはどんなことに気づきましたか。はい、では、今日の振り返りをしましょう。今日の目当ては、先生の自己紹介を聞き、おおよその内容をつかむことができる。でした。 今日の学習はいい。かかがでしたか振り返ってみてみくださいそれでは次の時間も楽しみにしていてください。